もう一回クロスボーボーなかたち始まるよ。はい、皆さんガンママです。今日もお米が来てます。これいやちょっとですね、小松菜を栽培しようと思ったんだけど、もう根が張らないぐらいきっちり切ってるんですね。今時期ちょっと冬とごめんなさい、根の切り方がちょっと変わってますね。ダメなのかな、やっぱこういう風に栽培するっていうから、その予防のために根が生えないぐらいきっちり切ってんだろうかね。もしかしたらそうかもしれませんね。ありえます。ですね、今日もおかめちゃんの部屋に来ています。でですね、ちょっとレイアウトを変えました、私。ですね、ここの木をですね、ちょっとこじんまりとまとめてたんですけど、大きく、拡張するっていうか、しました。そして、もともとね、あそこのとこにあった、あそこのね、ちょっと仕掛けるとかあるでしょ。そこをやめてこっちにしました。多分ですね、ここは餌、うんこ落ちるけどいいや。もうね、天井にちょっとね、ああいうのつけるのちょっと難しいんで、まあこういう感じで枝を拡張。まあそれはどうしたかというと、結局ね、工事する、ところが、ないと思うんですけどね、いっぱいあるんでね、この巣箱の横とか上とかもそうですし、どこでもおかめちゃんってね、ああやってね、上とかね、まあ至る所で平らなとこあればね、交尾するんで、って感じなんですけど、まあとりあえずですね、やれることはやってみようと思って、あの枝をちょっと広々とみんな泊まれるようにしました。前の、紐でね、吊るしてた、枝は、ブランコみたいな感じで、動くタイプだったんですよね。だから、動く動かないは関係ないと思うんだけど、とりあえずこれでやってみます。はい。では、ひなちゃんっていうか、卵の方見に行きましょう。それとちょっとですね、ほら、巣箱の方ちょこっとね、レアウトしました。わかんないと思うけど。では、ちょっとひなちゃんの方見ていきまーす。ひなちゃん、ひなちゃん、ここですね、2番目は。ひなちゃんが、あ、これ入れたばっかりだからないっすね。3番目。はい、ここは、はい、出てます。まだまだ、キビちゃん。ほんと一匹だけだったしね。で、ここは、ここも多分、この卵は、どうかな。はい、ここ5番さん。なんかここもどうなのかな。あ、あれ。なんかね、ここは一生懸命ね。なんか謎の本当で、ガンママですね、パニックしております。実際は親の年齢とかも考えましたけど、親の年齢いってる子はもう何年も前から産んでないので、別にさしてそれを期待してるわけでもなく、若い子は、あとは若い子なんですよね。あ、そうでもないかな。まあ、フルカブもいますね。はい。では、次、真ん中、右と行きます。ここ、9のとこです。じゃーん。生まれそうか？だから、一番仲良く2人で入ってるね。生まれそうか？なんてくれた。仲良しだね、キュウリ。仲良しだね。仲良し。ね、キュウリ。さあ、キュウリ、私の顔、ちょっと見てみます。キュウリ。ちょっと、鼻の穴そんな大きくしてさ、歯じゃないね、あれ。
どこだ膨れてんの。かわいい。キュイ。怒ってるわ、父ちゃん。次隣にですね。ないです。こっち行きますか。じゃあね、大ちゃんの卵も全然ダメだったんで、ここも綺麗にして、あ、次チルのところか。全然ヒナが4羽っていう前代未聞の、お米にはなっております。いやいろんなこと考えたんでしょ。まず、ここのオカメ部屋以外のことで、ちょっとですね、隣のお家が外装工事は入ったんですよね。1週間ぐらい前から2週間ほど。それで内装工事だから、ほら屋根とかもね、ここで入ったらこっからバッチリ人が行ったり来たりするの見えるわけですよ。そういうのが原因かなって。もうね、そうかな。それが確実だとは言えないですけどね。でも、ありえますよね。だって一日に知らない人が何回も3回もこう、ね、足場登って、こう、ちょうどね、ここのずーっとこう足場登って、こう、通路だったんですよ。この、こちらは。ちょっと気は夏なんですけど、もうどうにもならないですよね。気丈入れるわけにいかないしね、こればっかりは。ということで、ガブーという階段仲間たちの、もうね、もう大丈夫だと思う。工事も終わったし、もうね、また、仕切り直してですね。いや、まあ通常だと全然今も散乱してたりとかしてるんで、全然問題はないと思うんですけど、あとですね、ちょっとやっぱり新しい親を入れるために、やっぱりちょっと散乱しない子とか、ちょっとそうですね、散乱しない子はちょっと保管した方がいいのかなーって。新しいね、ひなちゃんが下に7羽ほどいるんで、その子たち新しい子入れたいなって思ってるんですよ。それを何かしないとね。だからとりあえずはその新しい子7羽、まあ接ぎ木が終わったんですけど、新しい子7羽入れたら、古い子はもともとそのね、いたゲージの中に入れるって、ガウさんのウッドデッキのところにゲージ作ったんですけど、そこにね入れて放送するときは放送してあげたりとかってしたいと思ってるんですよ。まあ冬はね、どうしてもあそこ寒いから場所変えますけど、まあこんな感じです。ちょっと住民ですね、原因を追求しながら私もやっていかないと、このまま見切り発車でわーっていったところで、同じことでところでね、結局壁にぶち当たるんで、まあこれで外装工事も終わって、この後どうなるかですね。ちゃんと是正すれば、ちゃんと卵を産んでくれるようになれば、卵は産むんだけど、困りましたね。本当に困ってます。もう私、まあ正直なんですよ、オカメインコやめようかなって思う、一瞬、心にスッと思いました。
やっぱ味が続いてくとこうちょっときついっすよね。どうしようとやめたくはないですけど、もういつかやめたくない。まあどうかもう頑張って考えます。私100まで行くんで、100までで2台やるつもりでいるんで、まあそういうことでしてるって。あとはリトルだね、リトルだ、リトルだ。アピーアピー、来た来た来た、アピー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 、かわいい。ミミ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 、ガブさんがすごい騒いでるんで、ちょっと静かに押しと言ってきます。では皆さん、頑張りました。